プラーン。どうもどうも。お久でございます。自主練配信としては久しぶりかな。これ何かわかりますか？帽子ちゃいますよ。これね、一年ちょい前にね、散歩してた時やったかな。拾ったんですよ。これ鳥の巣なんですね。どうなんかな？僕ちょっとよく詳しくないからわからないけど、これ、ちっちゃい方なん？なんか使われてる素材とかで何の鳥とかわかるもんなんかね。ね、なんか素敵やなぁと思って拾ってきたんですよ。これね、いつかスケッチしよう思ってたんやけど、全然できずにね、ちょっとこのスケッチのあまりに、これね、この間、これも昨年かな、檻に、なんていうの、閉じ込められたイノシシをスケッチしたあまりの部分に、ガッシュでね、描いていこうと思います。まあこれ作品じゃなくて、まあ、するかどうかわかんないんですけど、僕ね、以前鳥の死骸をね、この黒曜さんのこのスケッチブックいいですよ。滑らかでね、これは薄いんですけど、あんまり波打たないんですよ。一応僕使ってる画材は、概要欄に Amazon のリンク貼っておりますので、よければ欲しい方は買ってみてください。で、何の話だったかな。そうそう。鳥の死骸と合わせてね、なんか日本画描いてみようかなと思って。で、鳥の死骸のスケッチはもうあるから、鳥の巣をちょっと合わせてみて面白いのかなと思って、スケッチしようと思ってたんやけど、なかなかできんかった。で、今回、まあ一応ね、いつもな、この自主練の配信っていうのは、僕がほんまに語ってるだけなので、なんか技法を説明するわけでもなく、そんなに。なんかテーマみたいなの絞っといた方がいいのかなと思って。うん。今回はね、絵の技法について、これにちょっと語ってみましょうか。いきなりちょっと詰まってんねんけど。なんていうかな。僕、透明水彩画ね、一応やってるんですけど、なんかそういうもんってね、割と、なんていうかな、書き方が厳格に決まってる感じしませんか？でも、僕、YouTube のね、なんか動画出すときって割と、技法になんかこう、酔った考え方、説明の仕方で動画作ってるんですけども、ねえねえ、今通っていたの私が頼んだお寿司かな？それってやっぱり自分の勉強じゃなくって、なんかなんていうか、あくまでも一つのコンテンツとしてどう作るかっていうことをね、考えてやってってるからね。なんか、素の自分じゃないんですよ。なんていうかな、絵って、技法とかそういうのを考えるまでもなく、勝手に手が動くもんやと思うんですね。で、そういうことを考えると、僕このね、普段のスケッチが一番ね、素の僕が出てる。これ例えばガッシュなんですけど、これガッシュかなり薄めてます。ガッシュっていうのは不透明水彩絵の具ですね。乾くとマットな感じになります。ジブリとかの背景にもこういうガッシュが使われてます。割とね、自由度高くて僕は好きなんですけどね。なんか、なんていうかな、透明水彩に比べて技法が確立されてない。割と自由なんですよ。どう描いたっていい。このね、こういう画材が僕好きなんですよ、本当は。なんかもうさ、透明水彩とかだったら濁らしたらあかんとか、3色以上混ぜたらあかんとか、黒つこったらあかんとか、もうね、脳書きが多いんですよ。しんどくなる時があってね。で、こうやってね、普段のね、僕の、この、なんていうかな、セオリーによらない技法書き方がすごく好きで、今回はまあスケッチ、日本画に使うスケッチなので、このガッシュを使ってね、ちょっとリアルっていうか、スーパーリアリズムとかそういう意味じゃないんですけど、僕にしてはかなり書き込み、納得いくまで書いたいっていうのかな。そんな風にスケッチしていきます。で、そうなんですよ。結局ね、絵ってね、自由に書いたらいいんですよ。教則本とか買ってくるとね、こういう風に書かなあかんとかいう固定概念みたいなのを植え付けられますけど、自由でいいんですよ。僕もこのガッシュの使い方なんか分からへんから、もう、もうここら辺は、濃い影が見えてるなーっていうところで濃い色塗ってみたりね。まあ、失敗することもあるんですよ。あるんですけどね、もう全然、セオリー無視で。ね、楽しいんですよね。そういう時って、なんか考えんでええから、ここはこうせなあかんのちゃうかなとか。これね、ある程度あらましの立体感を取ったとこです。やっぱこのくぼんでるところがね、こう帽子を裏返したような形が特徴なんで、その立体感だけはしっかり、この、下塗りみたいな段階でつけていきます。ここまでは水で薄めたやつを使って、立体感つけました。うん。何言ってたかな。そうそう。やっぱどうですかね。絵が楽しかった時代のことを思い出してほしいんですけど、皆さんはどう右も左も分からんかった時の方が楽しくなかったですか？例えば子供の時とか。ああいう時って別に教則本見てさ、明るい色から重ねましょうとか、遠いところから書いていきましょうとかいうのを、知識全くなく、もう自分の好きなように書いてたじゃないですか。僕ね、幼稚園の時はね、新幹線やとかね、あと踏切とかなんか電車のね、電車にまつわるものが好きやって、そういうのをクレパスで書いてたんやけどね、めっちゃ楽しかったもん。何にも考えなかった。でね、そういう時のね、もっとそもそも論で言うと、なんで絵を描くのかって話なんですよね。今時だってもう写真とかで撮ったら瓜二つのものができるじゃないですか。なんで絵を描くか。これね、ほんま難しい問題でもあり、根源的な問題だと思うんだけど、僕はね、やっぱね、究極ですよ。究極、そのものと一体になることやと思うんですよ。僕だからね、踏切になりたかってん。多分。なんかもう描くことによってそのものと一体になってたんですよね。すごい興奮したし楽しかったの。でもそういうのがやっぱ技法に邪魔される時ってやっぱあるんですよ。これは理学筆でちょっとたまには説明しますよ。こういうね、技法のことも。理学筆これ便利ですよ。これも Amazon リンク貼っておきます。引っ張るように、引きずるように線引くのがポイントです。線を引こうとするんじゃなくて、こう、長い交差先を引きずってくるように。これなんなの？蚊帳かな？何の繊維なのね、これね、鳥頑張って、くちばしだけでね、ようこう編むよな。なんか合成繊維みたいなのが混ざってるから、これはゴミから拾ってきてんねやろね。昔はなかったそういう素材が巣にこう現れる。なんかこう自然環境も考えさせられるようなね。うん、そんな作品してみようかな。で、こって縫ったとこはこうやってね、ナイフで一回いったら白い線が出ます。白いところを描くのとも違う、白いところを塗り残すとも違う、ここ引っかくっていうね、引っかくって言ったら、なんていうかな。紙を傷めるのはダメなので、引っかくんじゃなくてね、こう、書き取るっていう感じです。上に乗った絵の具を。それでね、薄いところも書いていきます。あかん、今日全然まとまりないや。どうしよう。ほんでね、このね、自主練動画ね、BGM とかつけてねんから、気になんねんな、この僕の語りだけやからさ、なんか変に口がくちゃくちゃ言うてへんかなとか、お腹ならへんかなとか、すごい気になる、そういうことが。むちゃくちゃや。ああ、そう、まあ、ほんまだからそうよ。技法に邪魔されることもあるんですよ。だから中級者あたりからね、絵が楽しく感じない時もあると思う。だから、あ、なんか最近楽しめてないなっていう時はね、自分が上達してることやと思うんですよね。ことっていうか、証というか。だからあんま落ち込まなくてもいいんかなと思うんですよ。で、そこでどうしていくかっていうのはね、徹底的に技法を学ぶのか、それとももう技法なんかどうでもいいわ、好きに自分で楽しいように書いていったら、それが一番いいわってなるのかね、その人のこれからの生き方とか、絵に対する考え方がね、出てくると思うんねんけども。難しいとこですね。僕はね、それはね、人それぞれやから、あなたはこうやからこうした方がいいとはよう言わん。僕もわからへんもん、自分の絵に対してのことは。僕も結構悩み症でね、どうしていいのか。でもな、そういうね、制作の悩みがね、このスケッチの時は忘れるんですよ。だってこれ別に人に見せるもんじゃないんですよ。こうやってね、僕、動画配信者として活動してるから、これ動画として残ってますし、皆さんに見ていただいてるけど、もともとこうの人に見せるもんじゃないんですよ、日本画の資料とかって。だからね、ほんまに楽しい。これこそ絵やなと思うんですよ。別に人に見せてね、褒められたいとか、あとネットに載せていいねがどんだけ来たやのとかさ、そういうことから全く離れれる。これこそやっぱ絵。幼稚園の時に僕踏切書いてて、まあ両親とかは褒めてくれたけどね。それ以外別に、なんて言ったって、なんか、利益がなかったもん。書くことがほんまに純粋に楽しかった。そういうね、気持ちがね、まだね、このスケッチをやってたらね、大人でも感じるんですよ。なんかそれを考えてね、この間は。あ、絵ってなんなのなーっていう。楽しめてない時あるよね。楽しいという人もいるやろうけど、やっぱね、ずっと続けてると、そうでもない時もあるんですよ。そういう時はなんかこう、あ、読むのは何なのかなと、原点に立ち返って考えてみるのも大事ですよね。まあそんな話でした。素を書きながら。僕にしてはだいぶ書き込んでます。これというのも別に水彩画を書き込んだあかんとか、消失の美学やとか、そんなとこから離れてるからです。アンドリュー・ワイエスさんが僕好きでね。なんかちょっとそんな雰囲気出たかな。暗い色でね。好きやわ。こんな感じで。だいぶ細かいところね、書いて、なんていうかな、繊維が絡まってるところとかも表現してみました。まあ、これがね、日本画で表すときに全部、これまんま表すかどうかわかんないですけどね。楽しいわ、でも。たまにはスケッチせなあかんな。で、なんか動画のこと考えずに、後でこれアフレコするってもう決めてあるから、なんか小難しい画角がどうやとか、解説しながらとか考えんでいいしね。これこそ僕だからね、僕がみたいなら、そんな人おるかわからんけど、この自主練動画を見てください。これ全部僕です。もうね、自分の部屋の中で、ね、うひひうひひ言いながら、ね、拾ってきた汚い巣を眺めてニタニタしながら、書いてる翔くんの日常です。やっぱどうしてもね、YouTube 動画になんかね、みんなに見てもらうって頭があると色気出てしまうからね、変な。あかんよね。絵はほんまにもう、なんていうかな。なんやろ、うまい言い回しが見つからへん。自分で楽しむもの。ほんまは自分の中で全部完結しとかなんかも。うん。人の評価とか関係ない。書いててそのものと一体になることが大事。僕だってこれ素になってたもん、僕。うん。もう素の顔になってたもん、多分これ書いてるとき。何やねん、素の顔って。若干ね、ちょっとね、今朝なんですけどね、僕からしたら夜中やからね、テンション高い。寝る前ってなんかテンション高くなりません？肺になるというか。無理せん。あ、俺ね、こうやってね、手でこすったりさ。こんなんあんまりせえへんからね、油絵とかはするけど、水彩画ではあんませえへんことも、そんな関係なしにやってってます。楽しいです。とにかく楽しい。で楽しく描いたもんってやっぱいい絵になる気がするんですね、僕は。うん。はい、と言ってたら、こんな感じで出来上がってきました。こんな感じで。どんどん描いていきます。あら、そろそろ CM 入ったと思うねんけど、どこやったっけ？ CM じゃないの、転換映像が。あれ？どこら辺やったっけ？苦手やわ。はい、割とガッシュなので、こってりと最後はなりますね。最初は薄く透明水彩のようにあったと思うんですけどね。こってりといったやつも、こう、どんどん上に重ねていって、どうでしょうか？立体感ついたかな？真ん中がこうくぼんでる感じに出たでしょうか？うん。まあ、たまにはこんな自主練もしていこうかなと思ってます。紙消費していかないしね。もう、いっぱい溜まってって、どんどん風邪ひいていくので、たくさん書こうと思います。なんか書かれへんねんな、でもな。なかなか、楽しく書く絵が書けへん。うん。はい、割と細かいですよ。これね、どうこれ？これ僕 iPhone 14 Pro 使ってんねんけどね。わかる？パってこう切り替わんの。色味とか画角がちょっと変わんねんな、カメラの3つカメラついてんねんけど。パって変わった時に色味が変わんのよ。これね、いいのか悪いのかやねんな。単眼の時はそんな心配なかったんけどね。なんかね、使いづらい。勝手に切り替わんのが。皆さんどうしてるんですかね。こんな感じで、細かいとこ仕上げたら、完成でーす。あ、これ本物やで。こちらが本物。ちょっと大きめに描いてます。いつも僕そうです。実物よりちょっと大きめに描いてます。こんな感じです。まあ、今回は別に技法を説明するわけでもなく、なんかただ単に絵を描くとはどういうことかということをね、ちょっと考えてみてほしかった動画です。うん。皆さんも、楽しく描くことをもうたまに思い出してね、ほら、色味変わるやろこれ。ほら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 。わかるこれパって。ほらほらほら。これ嫌やわ。こっちの方が近いんやで。こっちの方が色味近い。これ。はい、こんな感じで。はい、最後までご視聴くださり。ありがとうございました。またお越しやすです。楽しく絵描いてくださいね。